ちし、赤ちゃんの頃魔力がブワーってなって、パパとママと村の人が大変だったんだって。それを助けてくれたのがじっちゃなんだ。いやー、長い付き合いですな。信条がなくても大丈夫だよ。他の十天衆たちと修行。あ、確かにこれ以上ない先生たちね。それに顔色もとっても良くなったみたい。Sweet!
と違ってお熱もないですし、とっても元気ですね、ヒューハちゃん。そうね、それに戦い方も以前よりスマートになっていると思うわ。他の十天衆たちとの修行はヒュンフにとっていい刺激になったみたいね。でしょでしょ、あちし頑張ったんだ、褒めて褒めて。今まで本当にありがとう団長、すっごく助かったよ。ご神経とっても使い心地いいね。あちしも作らないかな。わっ、使わないときはあちしにご神経また貸してくれるの？それは素敵なアイデアね、団長さん。せっかくの転生機を倉庫に眠らせていたらもったいないもの。